その会長に言ったの、商店街って何するんですか、そんなこと分かるわけねえだろ、そんなこと言ってたらクソだったぞなんて言われて、商店街履くとクソも変わるんだって。まあそんなわけで、あのいろいろ勉強しまして商店街活動をしたんですけど、どうぞどうぞ。そんなある時、飲んでる時に、カップラーメンを見せたんですね、あれね。あれ持ってる、これよ、これ、あ、こういうの作ったんだよってね。そしたら何したの、覚えてるの。あのね、うちの師匠はラーメン好きだから、市長とか持ってきなよって言ったんだよ。それでほら、商店街に入って、商店街と役所のパイプ役もやるようになった。商店街に入りました、いきなり会長補佐だからね。何やんですかね。それでこれを行き渡ったのね、持ってったんだよね。持ってった先が、あの商工観光課の課長の稲積さんっていう人。稲積さん、それを家で食べてくれればいいんだよ。そして市長がその
そしてその時から視聴室に集まったラーメン店主さんが自分たちも協力できることがあったら何かやりたい。その時にラーメン店を開く人を教えるようなラーメン工場みたいなのを開いたらどうだろう、松田市としてやったらどうだろう。その時に松井さんが俺がじゃあ指導するよということで、お金もかかりますけど千葉県の補助事業と合わせて松井市の事業どうだろうかは乗りまして、そしてラーメン寺子屋を作るよう、それがやっぱり全国にも報道されまして、それからラーメン作りましたかね。3年事業でその後に3年ぐらいやったと思います。それから松戸にはラーメン寺子屋、そしてカツサン豚丼が中心だってやってる、今は定着しまして、カツサン豚丼の名前が大きく定着したように記憶しています。今年も何か事業が欲しかった、はい、マッチしたんですよ。それに松井さんが乗ってくれた。でも一つ大きかったのは、河合市長がラーメン大好きでラーメン店主と会いたい。もうね、ここまで行ったら河合さん出てきてくださいよ。ちょっと高いところまで聞くから、あとはまずこの河合市長に聞いてください。もう全てはこの河合さんから始まってるからね、本当ですよね。河合さん、もうふやけたラーメンでふにゃふにゃ、もう結構スパイシー、終わっちゃった、やってるぞ。いや、カズさん本人が松戸に来て腹に入ったのは河合市長のおかげですよ、本当に。そんなことはございませんよ。いや、もう自分で楽しんじゃったんですけどね。まあそれがなかったら今の私だよ。ラーメン寺子屋が生まれなかったから、ラーメン寺子屋が生まれて今がありますから。いや、とにかく松井さんがね、もうラーメン四天王で明星だったかな、うん、あれがね、素晴らしかったの。一般に発売されてこれはすごいと。で、松戸はラーメン屋さんも多かったんだけど、とにかくもうラーメンのね、軸を作って、その軸長に松井さんになってもらおうっつって、ラーメン寺子屋っていうのをね、開設したんですよ。それで全国からね、塾生が集まってきて、で、意外とね、指導は厳しいの。でもみんな辞めないでね、それでもうメンズ部からのあれから全部マスターしてね、全国に知っていったんですけども、私はね、ラーメンによってね、もともとあったね、桜通り商店街の活性化とかね、松戸市をラーメンによって町おこししようと、そういう意気込みがあってね、松井さんにお願いして、もう塾長になってラーメン寺子屋っていうのをね、開設したんですよ。だからね、それからの付き合いですから、もうその後はね、なんだか若い分かんなくなっちゃって、サンバサンバのサンバの松井なんてなっちゃったんですけど、123番、じゃあこういうわけじゃないんですけども、そのくらいね、お付き合いいただいて、今日ね、忘れずに声かけてもらってね、あ、本当にね、嬉しく思いました。どうぞ松井さんとね、ラーメンはもとより、もう先生もね、大いに応援してもらって、松戸の松おこしにね、もう中心的な存在です。もうブラジルまで行ってラーメンやってるって言ったから、すごいですよね。大いに拍手して、これからも頑張ってもらいましょう。どうぞ松井、ありがとうございます。オリガン、めっちゃオリガン、オリガン、ありがとう、神様じゃ、それは神様ですよね。原骨大使、後で歌ってください。イエイ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。トライゼン師匠です。
ありがとうございます。今話してたラーメン寺子屋、ラーメン寺子屋の出身の人が今日何人か来てます。へいへい、あ、大阪。へい、あとはもうみんな帰っちゃった。どこにいんだかな。はい、ラーメン寺子屋どこにいんだよ。ラーメン寺子屋帰った、みんな帰ったの。じゃあ代表で一人。大阪でやってます。大阪、堺東でやってます。連崎堺東本当一番人気店ですよ。一番人気店じゃないんですけど、僕は松井さんのおかげで人生変わりました。もうお金もボロ儲けしてます。幸せな人生を送れてます。やっぱりどう信用するか、せんかはその人次第やと思うんですけど、僕は松井さんをすごい信用しています。ねえ、堺東の駅にこう隣接してるあのマンションなんですよ。くっついてるの。それ新築マンション買っちゃったんですよ、現金で。6800万だっけ。そうですね。お前現金で買ったらお前税務署来るよって言ったらすぐ来ました。それでね、俺言ったのアドバイスしたのな。僕はバカですから、働くことしか知りませんから、僕はバカですから、バカなんですね、当選ですからね、投資だったでもだいぶ取られましたけどね。乗ってないならいいだろう、ね、でも松井さんは大好きです。ありがとう。何を話しながら、ありがとうね。なんでみんな帰っちゃったの。休憩時間でしょ。はい、ありがとう。どうもありがとうございます。さっきから衣装変えてこの T シャツ分かります。はい、これもうないんだよ。売ってないの。売ってない。もうないの。カンサルトンの T シャツ、これデザインしてくれてる人が今日来てる。さんがさん、さんがさん、さんがまさおさんです。このロゴを作ってくれました。ありがとうございます。サンナです。初めての人ずいぶん多いと思うんですが、カズさんのこのマークを、ロゴマークを作らせてもらいました。とっても情熱的で熱い人なので、丸い輪っかを3つぐらい入れてやろうと思って、丸い玉を3つ入れたデザインに結構これが、いい形で、T シャツにもなってるので私の知らない間に T シャツになってまして、僕は1枚も持ってません。持ってるよね、すごいの。1枚ください。もうないからということで、トンミンよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。それで俺の方のアンちゃん、面白い人いるんですけど、アンちゃん、この人ね、強烈なんですよ。 TBS の番組でね、ラーメン寺子屋の道場をやってる時に試食会やるんですよ。200円から400、500円、600円まで、まあ、1000円置いてってもいいんだけど。はい、どうぞ。TBS のニュースの森、ニュースの森、ラーメン寺子屋の修行生たちがこう、まあ、ラーメン作って提供して、それが、まあ、いくらになるんでしょうかみたいな、まあ、やってました。たまたま僕と、またトミーも友達なんですけど、仲良く2人仲良ね、仲良今鹿児島にいます。鹿児島にいます。いるんですけど、2人で食べて、彼は彼に出されたラーメンに600円ぐらい頼んですけど、普通ですよ、600円で200円から、まあ、つけていいっていうので、ポケットに手入れて出したら、
所の50円玉が4枚あったんです。上手に焼き上げた君のラーメンはこれだってやったのが全国放送されました。それをね、交換をつけたらバチン200円50円玉4つ、その時の生徒さんは多分優秀で、さっきの大阪の方みたいに稼いでるんじゃないかなと思って。思いますよ、もうみんな稼いでます。嬉しいです、はい、トンミン万歳。ありがとうございます。トンミン万歳、ありがとうございます。そんなこんなでですね、ラーメンはそうやってラーメン寺子やってるわけで発展してきました。そんで、ね、そのサンバに結びつく話をこれからしたいんですけど、サンバはそのカイピニーナというピーガン、ブラジルのお酒を飲む変なラーメン屋、ね、そんであのそこに商店街の仲間でキヨちゃんっていうのがいるんですけど、キヨちゃんもうどこにいるのかな。キヨちゃんいましたよ、キヨちゃん出てきましたよ。カイピリーニャ、キンちゃん、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。あんまりみんな聞いてないですか。はい、何でしょう。カイピリーニャ、カイピリーニャといえば山ちゃんがいないけど、カシャオさんさ、あそこに置いてあったじゃん。持ってきた、本人から持ってきたところから始まってた。ありがとう、この元で。変わってるの。このお酒なんで持ってきたかって話してた。札幌なんですか。最初ね、札幌で当時すごく流行ってましたね。実は札幌のカイピニアじゃなくてお湯割りで飲んでたんですよ。で、俺はうまいなと思って松井のやつに持ってこうっつって、亀有の最終ぐらいに持ってた。で、高校が始まった時にあれ飲もうぜってなったらキヨちゃんって。そんな早いですか。っていうのは私が大学の時と新婚旅行でブラジルに2回行ったことがあって、でそこでカイピニアを知って、で松井さんの店に行った時にピンカが置いてあったんですね。でラーメン屋ピンカって普通置いてないのですよ、ブラジル焼酎の。で、まあ変なお店だったんで、何でもあるかなと、高校のトンビに行ったことある人、はい、バーカウンターがあったじゃないですか。でバーカウンターがあって、そこにいろんなお酒があって、すいません、ネット社会で SNS のたくさんなんです。でそこでピンガーが置いてあったんで、ピンガーが何で置いてあるのって言って、で作り方知ってるのって言ったら、大体知ってたんですけど、大山春彦の で私が実際本場のブラジルの作り方を、紹介して、そこから飲み始めたんです。はい、そう、それで当時そのバンドを演奏してもらってたんですよ、ライブね。そんでそこに、行くんですけど、リトルジャイムボイスっていうジャイムバンドで、ね、そのバンドの人たちがそんなにブラジルが好きならばっていうことからサンバチームができた。ごめんなさい、そのちょっと前にあった、その前にあったのがピンガクラブ。ピンガクラブどっか行っちゃったの、そこにさっきここで話された参加さんとかアンちゃんとか、ほとんどサンバのソンズメンバーが入ってて、あと静尾さんとか。静尾さんいたね。静尾さん今日いるよね。静尾さん最初にブラジルの楽器を出資してくれた人たちがいて。そうなんです。でというのはみーちゃん、あの時サンバチーム作るって話を僕知らなかったので、僕がハワイの、学会に行った時、帰ってきたらサンバチーム結成メンバー募集って書いてあって、見てるピンガークラブの会員メンバー一番誰だ。一番坂本さん。ラモスだ。ラモス、ラモスは後ろの方だ。藤井
長の名前も書いてある。書いてある。藤井さんもみんな書いてある。ねえ、誰ですか。書いてある。あの永久欠番。あのピンガークラブって言って実はあのブラジル大使館まで会いに行ったんですよね。あのピンガーを広めるために。でそれで、今はなんかコパ東京とか。山西、いつも酔っ払ってすいませんでした。であの時ひどかったのが、客にあの作らせてたからね、お酒を。注文があると、なんか作らせられてましたから、で、お客さんからあの遅いとかって言われて怒ってたからね。店員を使えるのは今もそうですけど、ずっとそうですね。で、ピンガークラブがあって、3杯買えて、はい、チームを結成しましたね。はい、どんな流れでもしょうがないよ、はい、そんなに始まったんですよ、そうですね、サッカーはできないから。3杯で、3杯もサの字も知らなかったんですけど。3杯、はい、そうなんです。私の次は誰かというのか、もう次はもう、あれ、平田先生は帰ってたんですよね。平田さんは帰りました。帰った。ああ、残念。今からあのね、ビンガーでヘベレゲっていうあのカズサントミのテーマ曲、知ってる人いますか？みんな知ってますよね。カズサントミのテーマ曲知ってる人、ほら、いないじゃん。あ、いない、知らないと思うんですよ。今日は CD 販売がないですね。 CD 買って帰ったことないかな。あのカズサントミの千葉県松戸市時計台が五公園西口桜通り路地を入れば何やら怪しいネオンサインは風さんとみっていう、本当にそういう歌詞なんだよ。そういう歌を作ってくれた藤井浩一さん、リトルジャイブボーイズ、ちょっとその曲聴いてみたい。 Yeah!